はい神谷総平君参政党の神谷総平です参政党として初めて総理への質問となりますよろしくお願いします先日浜田防衛大臣に防衛費を倍増してまで守ろうとするものは何なのかとお聞きしましたところ国民の命と平和な暮らし領土領海領空とお答えをいただきましたそこで私はいくら今を生きる国民の命と領土を守っても伝統文化言語 歴史、皇室といった国柄や国体そのものを守らなければ、日本が日本でなくなってしまうのではないかと心配している国民がいることを伝えました。我々日本の政治家が自衛隊の皆さんと力を合わせて守るものは、命や暮らし、領土に加えて、こういった日本人の精神性や国柄、国体を含むというふうに考えていますが、このことに関して、総理は賛同いただけますか、端的にお答えください岸田内閣総理大臣。はい、あのー えっと新たな国家安全保障戦略の中においては、この我が国が守り、発展させるべき国益として、えーっと、まずは我が国の主権と独立を維持し、そして領域を保全し、えー、国民の生命、身体、財産の安全を確保する、えー、こう明記した上で、これに加えて、我が国の豊かな文化と伝統を継承しつつ、 自由と民主主義を基調とする我が国の平和と安全を維持しその存立を全うするこのように明記をしておりますあのこれを踏まえながらこの三文書に記載した取り組みをしっかり進めていくこれが重要であると認識しております上谷総平君はい まあ名言はいただけなかったわけですけれども、結構、何を守るかということが明確でないと、ですね、多分防衛政策がいろいろ変わってくるんじゃないかなというふうに思っております。 参政、えー、党は、ですね、えー、総理を含む自民党の皆さんが中心になって成立を目指されている LGBT 法案に反対をしています。日本はこれまでも歴史的に LGBT を受け入れる社会であったはずで、ここであえて理解増進を法制化しなければならないような、えー、国柄ではなかったはずですし、差別禁止のニュアンスが法制化されることにより、社会の混乱や国民の分断を生み、女性や子どもの権利や安全が侵害される可能性があると考えているからです。 予算を倍増してまで国を守ろうという気概のある総理が、欧米ですら見直しが起きている国柄を揺るがしかねない法案を、なぜ今、拙速に日本で法制化しようとするのか、なぜ国会で議論させないのか、なぜご自身の考えを示さないのか、そのあたりの真意をお聞かせください岸田内閣総理大臣。あの、えっと、まずあのご指摘の、まあ、理解増進法案ですが、これ、与党案を含めて複数の法案。 が提出されたとまあ承知をしています。これあのいずれもこれ議員立法でありますから、これ国会で審議される前の段階で、この政府の立場からこの法案の内容等について何か申し上げることこれは控えなければならない。えー、これがあのその、えー、基本的な考え方であります。まあいずれにせよ政府としては、えー、多様性がまあ尊重されすべての 人々がお互いの尊厳や人権、これを大切にし、生き生きとしたうん人生を享受できる社会の実現に向けて、努力をしていかなければならない、さまざまな国民の皆さんの声を受け止めながら、取り組みを進めていかなければならない、これは変わらないと考えております。神谷章平君。 はい、いありがとうございます、まあ。議員立法であれなんであれ、ですね、やっぱり国会で審議をして、国民にその過程を見せるということが大事だと思いますので、そこのところをぜひですね、総理からも口ずわいただいて、審議をしっかりしろというふうに言っていただきたいというふうに思っております。 次にですね、今回は予算をかき集めて、なんとか防衛費を捻出されようとしていますが、これではいずれ財源に行き詰まるのは目に見えているというふうに感じています。参政党は投資国債という定義を定め、国債発行で防衛費を賄うという提案をしていますが、総理は防衛費に対して国債発行するおつもりはないようです。となると、いずれ防衛増税を選択することになりますが、国民の8割は増税に反対をしています。 国民の声を無視することをやめていただきたいという要望をした上でで、すね、えー、国民は経済の停滞で苦しんでいまして、仁徳天皇の民のかまどの故事に例えるなら、村々から煙が上がっていない状態です、生活保護受給者も増えています、こんな状態で防衛費のために増税をしたら、本末転倒になります、今やるべきは減税だと考えています、減税によって国の経済を活性化することで、賃金と税収を上げ、少子化に歯止めをかけてください。 国が豊かでなければ予算をかけた防衛も継続できません。国防のためには今、ミサイルよりも減税だと確信しています。減税政策に対する総理の考えをお聞かせくださいはい岸田内閣総理大臣。はいあの防衛力強化、あるいはあの、ま、経済財政政策に対する考え方について、えーま、よく、ま、整理して論ずる必要があると考えています。まずあの私は 一貫して経済あっての財政であるということを申し上げております。だからこそ、今、多額の国債を発行して、三十九兆円の総合経済対策を講じ、そして、足元の物価高への対策、七兆円の投資支援。これを盛り込んでいるところです。また、あの新しい資本主義の下、三十年ぶりとなる。高い水準の賃上げ、官民連携による成長分野への投資、人への投資を推進することで。 成長と分配の好循環を拡大し、力強い成長の実現に向けてまあ、取り組んでいるところです。あのー、えー、っとそしてあ減税についても、えー、どう考えるかというご質問がありました。これあの減税についてもですね、賃上げ税制の拡大あるいは各種の投資促進税制えー、こういったことにおいて、えー、その減税等を行っております。そして他方 この企業に多額の内部留保がある現状では、さらなる減税よりも、成長分野への投資、人への投資を菅の呼び水として推進し、成長と分配の好循環を促す方が、成長の実現に資する、こういった観点から、この成長を盛り上げていくことが重要であると考えています、はい、上谷総平君。 はい、いありがとうございます、えーまあ。国民の負担率が上がっているというのが問題だというふうに思いますので、国民個人の生活が、えー、もう少し楽になるような減税政策を考えていただきたいと思います。賛成党は防衛費を上げるということに関しては賛成をしたいと思います。しかし、えー、この財源確保の手段ですとか、予算のつかみには賛同しかねる部分があります。す、えー。いいいいとと考おお願願ししたうにて質問を終わります以上です。